あれ近い気がするんだよな「どうせ死ぬ3人」ってポッドキャストで話した茶室と道場みたいなやつな気がしてて道場型は情動に特化した情報処理をしているとで茶室型は情動だからパッションとかもそうだし悲しいとかもそうだしだからさっきのど目に見える努力をしているように見えるっていう言い方だったけどというよりは情動的に。 ファッションが出てそうそうそう。アピールできてるかみたいな。やりたいですとか、悲しいですとか、違うと思いますとか、頑張りますみたいな。あ、頑張りたいんだな、こいつみたいな。なんかそういう、こう、的に、情動を示すような、こう、ワンメッセージみたいなのでいかないと、監督に刺さらないんじゃないかな。例えば、こういう状況でこうでこうだから、私はこうしたけれども、でもあそこはこうだから、このような状況で、これはどうでしょうかとか言うと、もう、 処理ができないんだと思う。できないんだ。うん。だから向こうからしても、何言ってんだみたいな。やれよみたいになる。みたいな。<laughs> パッションみたいな。だから、茶室的なコミュニケーションと道場的なコミュニケーションを構まないみたいなことが起こってるんじゃないかな、みたいな。ああ、うん。それは確かにあるかもしれませんね。そう。だからその茶室道場の例であったのが、まあ、保育園の、うん 何だったかなまあイベントがありますと土日かなんかに、うん、でグラウンドでありますと外でね、うん、でその日予報がちょっと雨だとはい、はい、来週の日曜日雨ですと、うん、だからその PTA 会長が園長先生にまあ園長先生は権限がある人なんですけど園長先生に、はい「雨が降ったらどうしたらどうしますか?」ってその、はい、ねえ やる手だけどさ、ね、しますよね。その書か,か,かれてないから、その案内に。はい、雨の場合どうしますかって聞いたら、園長先生が、晴れるといいですねっていう。<laughs> で、BTA 会長は、いや、そうなんですけど、雨が降ったらどうしたらいいですか晴れるといいですねみたいな感じのコミュニケーションが行われるわけです。なんかそこになんか似てるなってちょっと思ったんですよね。うん、だから、長里さんが、その怒鳴られて、 前に蹴るんじゃねえよって言われて、いやいや、前に蹴ってるのは私じゃなくて、あそこが蹴ってるんだけど、もそれについて、私にどうしていいかを具体的に見たことだったらいや、前に蹴るなよみたいなことが来るみたいな、いや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 、みたいな <laughs>。確かに、確かにそうだ <laughs>。私は蹴ってないじゃないですか、あそこは <laughs>。私は蹴ってないんですよ、そうなんですよ <laughs>。私は蹴ってない、でも頑張るみたいなことで。頑るみたいな <laughs> オッケー。OK! みたいな。<laughs> <laughs> わかんないけど、まあ、それがじゃあ戦術的にどうなっていくかってうとどうにもならないんですけどコミュニケーションという意味ではそう,で、ね、そういうコミュニケーションなんじゃないですかうん、うんうん、そうなんですよ。あでもう一個ねなんかエピソードがあって、はい、ちょっと前なんですけれどもその、えー、と前の前の試合が終わった後にですねその前の前の試合で私途中から出場して入ってでそれで。 えと逆転して勝ったんですけどその試合うん、うん、でその試合あの、まあ、自分で言うのもあれなんですけど、うん、私が入ってからちゃんとこうボールをつなげるようになって、はい、でそこからゴールが生まれたんですね 2>,、はい、2点でそういうプレーを自分でしたっていうその認識があったから、はい、私の評価は上がるはずだろうっていうふうに思ってたんですね、はい、でその週が終わ試合が終わって、まあ、次の試合が終わって えっと、練習が始まった、初日、まあ、次の日かなんかで、そのやっぱ戦術的な練習をするじゃないですか。<laughs> で、その時に、あの、明らかに、その、サブの方のメンバーに入れられたんですよ。はい。うん。で、もうそういう、あの、なんだろう、戦士、使い方、練習で、じゃあ、結構、プレイヤーからすると、そういう、どういう、 人の組み合わせで使われるかってところで自分の序列をやっぱ判断するんですよ。どういうふうに自分が評価されてるかっていうの。はい、で、そうやって私はずーっとやってきたんです。うんうん、や,やってきましたし、他のそういうの監督たちもそれをやっぱり明確に示すのがやっぱり当たり前というかスタンダード。うんうん、そう,う,、ねうん、うん。それで選手は自分の立ち位置っていうのを 見,見極めて、うんうん、そこからじゃあどうやったら試合に出れるかっていうのを自分の中で判断してやっていくっていうのがまあ普通だと思うんですね。で、そういうことをしない監督なんですよ。うん、でもうかなり毎,毎回あの、そういうのを評価基準とかを作らずにこうランダムに人をこう入れたりとか、この選手良かったから、じゃあ前の試合良かったから、じゃあ次、評価を基準をこう上げて。 スタメンっていうか、まあその主力の方のグループの方に入れようとか、はいで、それでやっぱり判断していくんですけど、それで急にまたそのサブの方に入れられたから、はいはい、もう何なんだよっていうふうに私はなってしまって。はい、で、その日の練習ずっと機嫌悪く、監督を無視し続けたんです <laughs> <laughs> で、無視し続けてて、すごいハイタッチとか求めてきたけど、目も合わさずに無視して、うん、もう軽くパーみたいな感じで、こうやって、うんうん、もうその時、もうすっごい腹が立ってしまって、普段こういうことしないんですけど。で、それで練習を終えて戻ろうとしたら、日本人のコーチが、その時いたんですね。はいはい、日本語を喋れる。うんうん、もうやめちゃったんですけど。はい、で、そのコーチが監督に、 私が怒ってるから話しに行った方がいいよみたいなことを伝えて、それで来たんですよ。監督が。話、はい。に監督が。うん、どうしたんだみたいな。I'm not happy って私は言って。うんうん、で、今のことを全部説明して、したら、すごいなんか驚いた感じで、なんでだよみたいな感じで言われて、いや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 っていう、うん。<laughs> でなんでじゃあ私のことを使わないんだっていうプレイングタイムああだから出場時間はああ、えー、自分がどう評価されているかを測る重要なやっぱり要素だからっていうのを伝えてああそ,、ね、そしたらなんか私じゃ私はどれを何を改善したら試合に出れるんですかっていうふうに聞いたらあの私はもう毎日すごくいいトレーニングをしてるしパフォーマンスもすごく良いし。うんうん 何も直すところはないみたいな感じで言われて。うん、で、試合に出れないのは、そのバックラインの選手が、えー、ボールをつなげないから。うん、だからそういう技術的に、あの、技術力が高い選手を試合に出すよりも、そのフィジカル的に走れる選手、頑張る選手を、こう出さないといけないみたいな、ことを言われて。うんうん、はってなったんですよ。 は私は、私がどこを改善すればいいかを聞いてるのに、その言い訳に他の選手のことを言われて、じゃあ私もうどうすることもできないじゃないですか。うんうん、じゃあバックラインが成長するまで私は待たなければいけないんですか。そうなっちゃいますよね。いいパフォーマンスしてるけど、使えませんって言われてるも、じゃあ、じゃあ私、ええー、な、なりますよね。<laughs> <ー>っていうコミュニケーションがあったんですよ。もうそれからね、もう無理だなと思いながら。 うん、で、今に至るみたいな感じですね。いや、これはね、結構、マネジメントというよりは、もはやそう、コミュニケーションの闇みたいになってきてますね。<laughs> 人間のコミュニケーションの限界みたいなものが、あまりにも違う情報処理をしてる感じがするんで。そう。うん。そこなんですよね。 何を言葉を交わせば交わすほどすれ違っていくっていう。そう。うん。なんからもう言葉を交わしちゃいけないんだって思ってる。ねえねえね,えねえってなっていく。<laughs> で、コミュニケーションはなくなっていくんだけど、コミュニケーションはない状態が最もいい状態であるみたいな悲しい感じになっていくから。そう。だから今ちょっとやり方を変えてて、私の中で。うん。その、新しくまた新,新しいそのアシスタントコーチが来たんですね。はい、2>, 2週間ぐらい前に。はいはい。で、そのコーチに、 あの、話すようにしてるんですよ、今。はい。直接言っても会話にならないから、監督に。なので、アシスタントコーチを経由して、私が考えてることとかをこう伝えるようにしてて、そのか、うん、アシスタントコーチが監督に伝えてるかどうかは分からないんですけれども、そのアシスタントコーチとのコミュニケーション量を今ちょっと増やし、 しててるっ感じですねそれでどう変わるかっていううそですねアシスタントコーチがどれぐらいの力量か全てそうそこがちょっと今試してるとこです彼がね彼か彼女のかかんないけどが上手にこうね橋渡ししてくれるとそこがなるけどアシスタントコーチも監督とのコミュニケーションが同じような状態だったらそこがやっぱ断絶されると思うんでなんか。 アシスタントコーチも気休めしか言わなくなるみたいな感じになりそうですよね。いろいろ、うん、僕の方からやってるんだけどね、みたいな。本当座らないよね、うん、とかって言いながら、なんかこっち側になってくるみたいな。うううん、なんかそう、ね。そう。そう。で、アシスタントコーチに聞いたんですよ。なんで前回の試合、私が一、うん、等先に交代されたんだって。うん、はいはい。私の中ではあの、自分なりにはすごくいい,こい,い仕事をしてたって思ってたんですけど、うんうんうん で,で、結局私変えられてから2点入れられて負けたんですよ。ららっていう結果が出てるんですよ。結果がもうちゃんとね、うんうん、結果に出てるんですようん、うん。間違った判断をしたという結果 <laughs> 間違った判断をあなたはしたんですよっていう。<laughs> <laughs> うん、で、結局それを聞いたら、あのー、それはもう監督のチョイスだからって言われて。うわぁ、うん。そうなんだけどね。そうなんだけど。そうなんだけど。<laughs> うん 理由をねうだからコミュニケーションの問題があるとそこのなんか失敗した時とかに別に失敗も解釈というか意図とかによってまあ,まあまあそうだよねって納得できることいっぱいあるじゃないですか。うん、でも意味が分かんなかったら何やったんあの失敗ってなってずっとこう溜まっていくし成功も成功として 評価されなかったら、あれは成功じゃなかったのかみたいな感じになってくるし、うん、もうどんどんあの分からなくなっていくってやつですからね。うん、せめて、チーム内の、こう、これがいいこと、悪いことみたいな基準がだんだん揃っていって、だからこそ連携できるみたいなのがあるわけじゃないですか。うん、ねえねえ、同じ方向を向けるから。うん、やっぱその向こうがずっと揃わないと思うんで、なんかずっと、ねえ、 使う選手もランダムな上に、うん、各選手が見てる方向もバラバラだから、うん、大変ですよねそう。そうなんですよ。恐ろしい状況じゃん基そうそう。基本継続して使われてる選手は半分いるので、半分半分なんですよ。半分じゃ、でも安定しないですよね、<laughs> 11人の。<laughs> 7割とかさ。 8割同じで、2、3人変わるとかって分かりますけど。うん、それが通常なんですよね。ですよね。だから、通常のチームの作り方って、ほぼフォアメンバーを8人ぐらい決めて、で、入れ替えるのは本当に2、3人ですね。毎試合に入れ替えられるのは。で、そこで競争させて、そのポジションを争わせるっていうマネジメントの仕方が通常なんですですよね。安定する部分と、その変化がある部分とっていうの、バランスを考えてってやつなんで、半々っゃ結構安定しないよね。全然安定してないです。 むしろずっとカオスです。コアメンバーも何していいか分からなくなりますよね。分からないんだと思います。うん、はい。し、コアメンバーも、やっぱり、特にその、サッカー理解度の高いコアメンバーたちが結構困惑してる。うん、ですよね。うん。で、サッカー理解度のないコアメンバーは、もうとにかく頑張るが基準なんで、うん、もう頑張ってるだけなんで,で。そっちの人がもし高く評価されだすと、やっぱり、もう、頑張るみたいなのが評価されるっていうことなんでしょうね。 そう、そうなんですよ。もしもそうであれば。けど勝てませんけどね、それじゃ。勝てないと思う。監督から評価されるってだけで。うん、はい。<laughs> 青春はできますね。そう、青春はできるんですよ。うん、青春を味わえるっていう、そういうのはあるかもしれないですね。うん、<laughs> 青春か。私別に青春を味わうためにここに来てないんで、じゃあ試合入れなくても大丈夫ですって感じですね。うそうなっちゃうんですよね。はい。青春やりたくないな、もう。 もうきついですね、青春は。熱くなれないですね。うん。個人的に青春するのはいいけど、なんかさ、青春に参加させられるのは嫌ですね。嫌、うん、ですね。本当に。無理ですね。生理的に。うそうか。結構大変な状況ですね。うん。どうしていくんですかじゃあ、ここから。長里さん、個人としては。個人としてはですか今、ちょっと、あの、楽しんでるのがあ、新しくまたパフォーマンスコーチも来まして。はいはい。 で、そのコーチが結構その私のトレーニングスタイルに似てるところがあるので、そのコーチにお願いして新しいトレーニングメニューを作ってもらって、それをなんか週一回それをやるのが今の楽しみです。なるほどね。<laughs> <laughs> うん トレーニングを。そういう小さな楽しみを毎日見つけながらやってるような。いやでも素晴らしいですよ。そういう状況でもやっぱ楽しみ見つけてやってなと本当腐っちゃいますもんね。そうなんですよ。腐っちゃいますよ、本当に。腐っちゃうともう本当に、ね、やれなくなっちゃうから、やれなくなっちゃう。モチベーション保つために、なんかね、目線を変えて、でもやるべきことやられるみたいな。い。ってことはやってますね。さすがだな。僕、その辺が苦手だからな。 そのまま監督とバトルってやめちゃうタイプだもんな。なんかかうん。バトル必要はないと思って,て、うん。ないと思います。でこのまま行ったらまあ絶対に勝てないので。うんうん、何かしらのね決断が多分おそらく下されるのではないかっていうそうね<あ>期待をしつつその経営陣から、ね。はい。<laughs> <laughs> なんかそれが起こるまではなんかもう自分ができることをこう楽しみながらやるしかないなという状況ですね今シーズンはいやいやいや素晴らしい大人の対応だと思います大人の対応をやっぱり一番年、うん、最年長なのでしていかないといけないなともう話せば話すほど悪化していくだけなので <laughs> いや、そうですね。うん、3段階で悪化してますからね。<laughs> 最初はいいとこから入ってたの、はい。あれあれあれってなってるから。からでもね、そ本当にね、あのー、今までいろんなものを、いや、会社とかもでも、とか話してたけど、マジでこれが一番あるんですよって思ってるやつ。もれがあるんですね、そう、だから社員の人たちを、<laughs> えっとね、だからもしかしたらですよ、その監督はどうかは知らないけど、はい、その会社に置き換えて、そういう社長がいるって話。 で言うと、そう、はいう社長って、うん、なんでうちの社員ってあんなに、こう、積極性がないんだろうな、みたいな。社員のせいにしたりするんですよ。<ー>いや、あなたが言ってることは知り滅裂だから動けないんですよ、うん、みたいな。主体性がないんだよねいいや。主体性発揮ができないんですよ、みたいな。何に対して主体を発揮すればかかんないから、<laughs> うん、みんな様子を伺かがってるってやつなんですけど、みたいな。あなたが一貫して方向性を示せば、え、ポテンシャルある人結構いるんですけど、みたいなことが。 ああ、で。までね、言っても、いや、でも主体性がないからさ、うん、いや、だから主体性がないのはあなたの、みたいな、ずっと、こう、繰り返しみたいになっていくっていう。<laughs> いや、でも、そう、ね、先週の試合負けた後の、そのミーティングで、うん、あの、今日はお前ら、なんか強度が足りない、集中が足りない、みたいな、私たちのせいにされたんですよ。<laughs> それは似てますね、確かに。なんか自分のせいだと思ってないんですよ。うん、自分の。 なんていうんですか戦術、戦略、はいはい、コーチング、全て含めて、そこが原因だと思ってない。っていうところがまず一つありますね。ありますよね。うん、なんか認知が歪んでるっていうやつだと思うんですよ。すごい端的に言うと。で、その認知の歪みから、はい、 作り出せるビジョンとかもあるなと思ってて、だからその認知歪んでる人って割とビジョナリーだったりするんですけど、現実認識能力がないとも言えるんだけど、まあ逆に言うと現実とは違った何かを見てるみたいなので、ビジョナリーになりやすいけど、実現する過程でずっと歪んでるから、本当にそっちに向かって進もうとしてる人とかの邪魔をし出すみたいなことも、よく会社とか見てるとある。はいはいはい。で、創業者が追い出されるとかあるじゃないですか。とか、まあ無力化されるとか、全員から嫌われてるとか、よくあるのは多分そういうことなんだと思うんですよね。 見てる世界みたいなことは、確かにそれいいねとかってできるんだけど、うん、その過程が全部認知歪んでるから、そっちに向かってる人が評価されなくて、そうじゃないやつが評価されたけど、それで、あなたのビジョンは本当ですかみたいなことが起こってくるっていう。起こってく。る、本当そうですよね,ね,えね,えねえ。難しいですよ、この問題は。うん だから、その、そね、えっと、監督のナンバー2って誰なんですかアシスタントコーチってナンバー、ンーナンバー2みたいなナアシスタントコーチーみたいなそれナンバー2みたいな人が、やっぱりそこの話渡しをどれぐらいできるかっていう感じで、うん、まあ企業も本当にその、うん、COO と呼ばれる人とか、うん、まあナンバー2みたいな人たちが、いかにその、ぶっ飛んだ社長と、まあ、堅実にちゃんとやろうとする社員の間をつなげるかみたいなところだと思うんで、うんうん、アシスタントコーチにかかってるなっていう。そこですよね。いろいろ矛盾はしてるんだけども、 そのコアな部分みたいなのをキャッチしつつ、うん、ただ説明は死滅裂だから、選手たちには、あのように言っているが、まあ、こ僕はこのように解釈してそのように僕が持っていくから、うん、皆さんは僕を信じて、うんえまあ、監督が言ってることは言ってることで、ビジョンは間違ってないから、みたいなことを言いながら、うん、ちゃんとうん、みんなをこう牽引できるというか、まとめていけるようなナンバー2が求められるなっていう感じしますね。すねうんうん、<laughs> 全部否定しそうですけどね、監督のタイプからすると。そう だからナンバー2が相当優秀じゃないときついと思う。うん、うん。いやでもそのナンバー2が最近来たんですけど、はい、そのき前にやってた仕事が、そのバージニアアイランドの、はい、えとナショナルチームの監督。はい、なんかアメリカ領のなんか小さい島なんですけど、はい、そこにやるその 代表チームの監督をなんか4年ぐらいやってたっていう実績があるうん、うん、コーチが来たので、うんうん、実績から言ったらそっちの方の方が上なんですよ。ナンバー2の人が上なんですよ。なるほど。うん。やばそうですね。バチバチなりそうですよね、監督と。ですよね。で、しかも英語がそっちのコーチの方が上手いんですよ。ブラジル人なんですけど。はいはい。 監督の英語はもうマジで何言ってるかわかんないんで、うん、全部やっぱエモーションで話すんで。はいはい、けどそのアシスタントコーチは冷静にしっかりと言葉を伝えられるブラジル人なので、はいはい、やっぱそっちの方がやっぱり信頼できるじゃないですか。普通に考えて。 なので、なんかそういうのに嫉妬もしてんのかなっていうのを私は思っちゃったんです、勝手に。だから、私全然監督と喋りに行かなくて、そういうコーチとか、他のスタッフの人とすごい絡みに行くことが多いんで、話したりだとか。そういうのを見て、こう、そういう感情を抱いてる可能性とかってありますかそういうタイプの監督って。えっとね、その、アシスタントコーチの方が監督としっかりコミュニケーション取ってたら大丈夫だと思う。うん アシスタントコーチが、いや、僕が、うん、あの、みんなのケアはしてるんで、とかって言って、うん、うまく言えば、ありがとうってなると思う。<laughs> <laughs> <laughs> でも、ナンバー2が監督にちょっと嫌ごととか言い出すと、うん、わ、なんかチームを乗っ取ろうとしてるみたいな、うん、スパイみたいに多分見なされるから、やっぱりアシスタントコーチが監督の味方なんだよってことを日々、あの、メッセージとして出しながら、でも実際は選手たちの人心掌握してるのはアシスタントコーチであるみたいな状態を、 その方が作れれば、ちょっと安定しそうな気がする,る、ね。もう少しやっぱ様子見が必要ですね。ですね。もう少しジャブを感はあるんでその方の、はい、うん。とコミュニケーションを取るっていうのはすごいいいと思います。うん、<laughs> うん。板挟みでその方も大変だと思いますけど。かなり。うん、多分その人の方が見てる視点がちゃんとしてると思います。なる,なるほど、なるほど。 ちょっとじゃまた、うん、<laughs> 楽しみな、今後が楽しみなお話ですけども、はい。はい。ありがとうございます。ちょっとね、大変だと思いますけど。はい。はい。頑張っていきましょう。人生こんなもんですよ。いや、僕もね、ちょっと頑張んなきゃなと思いました。なんかみんなね、戦ってるんで、うん。はい。ありがとうございます。番組のご意見、ご感想、こんなテーマで話してほしいなど、ハッシュータグ、シソフれをつけて、ぜひ X にポストしていただけると嬉しいです。 それではまた来週。さよなら。さよなら。